先ほどまでですね、仲のいい浄化槽の点検業者さんに呼ばれて、トイレの詰まり、まあ、今回トイレの詰まりというか排水管の詰まりでしたが、を直させていただきました。実はですね、昨日の夜、インターネットスマートフォンで検索してトイレの詰まり業者さんに来ていただいたそうなんですが、10分ぐらい来て、直せずに2万円を払ったそうです。最近ですが、まあ、非常に、技術力がないくせにトイレの詰まりに参入している、会社が非常に多いです。そういったところはですね、インターネットスマートフォンで検索をしていただくと、トイレの詰まりとかで検索しますとですね、5件ぐらいダダダダダダッと、出てきます。上位の方にそこ全部広告費を払って掲載している会社ですが、本当に、技術力の低いところが多くてですね、直さなくても、出張費で2万円3万円っていうのをざらに持っていきます。で、直せないパターンというか中途半端直していくことが非常に多いですね。やっぱりですね、その相場っていうのが昔からの相場で言いますと、出張費5000円、まあ直らなくても5000円、僕は正直直せない買ったことって過去にないですし、その後修理が必要ですよということであれば修理と相殺って形をさせてもらってるんですが、一般的なローポンプ、スッポンのちょっとあの上位版みたいなやつで直す場合でも1万円から2万円、便器の脱着作業が必要な時はですね、だいたい3万円から4万円です。その他管路の詰まり、排水管の詰まりの場合は、ワイヤー式完成装置を使って、まあ、1万5000円から、まあ、3万円ぐらい、高圧洗浄車を使った場合はですね、2万円から4万円ぐらい、それぐらいが、まあ、弊社の場合だと、まあ、妥当な詰まりの金額になるわけですけれども、本当にですね、今週だけで僕3件、自分が行った現場でですね、直せ、まあ、お客さんから連絡があったりとか、まあ、他業者さんから、助けてくださいという形で応援に行った現場でですね、聞いてるのが直せないのに本当3万円とか持ってく業者さんが非常に多いようです。まあ、そういった中で皆さん、慌てずにですね、よく知ってるところ、まあ、あの浄化槽のお家でしたら普段浄化槽を点検されている、浄化槽の点検業者さんに相談していただくか、もしくは点検をされてないようでしたら清掃会社さんの方にですね、ご相談ください。本当にもう技術力低いところが、機械もなしにですね、トイレの詰まりに参入してます。あと水道の漏水もですね、同じくそういった技術力の低いくせにすごい高額請求をするところが増えておりますんで、安易にですね、インターネットの検索で、詰まりの業者を調べずに、よく知ってる騙されないところですね、そういったところに、修理を手配されるのがいいんじゃないかなと思いまして、今日、動画にさせていただきました。以上です。大変失礼しました。ありがとうございます。